いよいよね。ここまでありがとうございました。ミュウツーが現れたら、私がこの石を使って黒共鳴石の暴走を止めます。本来の力を持たない共鳴石でどこまでできるかわかりませんが、やれるだけやってみます。もしかして一人で行こうとしてる？もう最後まで困った子だな。さあ、ミュウツーはもうすぐ近くなんでしょ？一緒に行くよ。ありがとう。すごいエネルギーが集まってるのを感じます。ミュウツーはあっちです。黒共鳴石の力が少し弱くなったよね。はい、そして見つけた。あれがミュウツーの心。今お願いします。しばらくミュウツーのことを頼みます。その間に私が共鳴石の力をもう一度高めます。それでお願い、ミュウツー戻ってきて。共鳴バーストはできません。でも、なんとかミュウツーを抑えてください。ラウンド1。あなた、今の状態のミュウツー、互角に戦いに。
チャンスです。ミュウツーを助けてください。ファイアバーン、共鳴バーストできるはず。一時はどうなるかと思った。みんな無事で本当によかったね。それにしても共鳴石にあんなすごい力があったなんて。あ、壊れちゃったんだ。この石が全ての力を使っても黒共鳴石の力には及びませんでした。それでもミュウツーを救えたのはあなたたちのおかげです。アンのミュウツーへの思いが強かったからだよ。それ元に戻るかな。わかりません。私はさっき現れた黒共鳴石を一族の元へ返しに行きます。ミュウツーのことをお願いできますか。なんで？本当にありがとうございました。行っちゃったね。ああ、なんで一緒に連れて行かなかったんだろう。でも必ず迎えに来るって目をしていたね。
の子を無事に帰れたかな。あ、そういえば騒ぎが収まったからテルムリーグを再開するそうだよ。次はいよいよ最高リーグ、公式バトルの感覚忘れてないよね。